鳩山美雪は、日本の政治家、鳩山幸男の妻。夫の幸雄理事長を務める東アジア共同体、研究所の評議員。元星組娘役の宝ジェンヌで、宝塚歌劇団卒業生。宝塚歌劇団47期生。自身を、ライフコーディネーターと呼んでいる。息子は、工学者の鳩山喜一郎。中華民国、上海に、 アメリカの市民権を持つクスノセユキを、秀子の次女として生まれる。1944年、戦況の悪化から母と一緒に日本に疎開し、高知県で生活を始める。その後、神戸市に引っ越し、神戸改正女子学院に編入した。学生時代のあだ名は、変わり者を意味するブラックシープ。引き上げ後、一家は高知に疎開した。近所の住民によると、 みんな着物やモンペを着ていた時代にお母さんの秀子さんはハイヒールを履いているからびっくりしました。みゆきちゃんも当時から花がありフランス人形みたいにウエストがキュッとしまったワンピースを着ているんです。家には英語の本が山積みでご夫婦の会話が英語だったのをよく覚えています。台所をキッチンと言ってましたし和式のトイレを洋式に改造して 座って用を足していました。私はそれが気に入って便所を借りていたんです。こんな田舎に来るような人たちではないと言われていましたね。という。高知を一年余りで離れて母、秀子の実家、神戸坂口2にあった諏訪山ホテル東館の脇に建てられた一軒家宮に移った。戦後間もない中、くすの世家のライフスタイルは日本人ではなく外国人そのものだった。 まもなく、サチの父、ユキオは単身渡米した。1959年、神戸改正女子学院高等学校1年終了で、宝塚音楽学校に入学。宝塚歌劇団47期生。1961年、宝塚歌劇団入団。翌1962年に星組に配属。同期に、初風真こと葉山清美らがいる。 若見幸の芸名で娘役として舞台に立った。宝塚時代の愛称はコンちゃん。宝塚入団時の成績は66人中47位。その由来は、喜劇役者の大村コンのモノマネばかりしていたからである。在団中の1964年に、宝塚歌劇団、創立50周年を迎えている。翌1965年、フランスのパリ公演メンバーに、 那智渡る、高西木、木き、ひさらぎらと共に選抜され、9月18日から20日まで、パリ市内のアルハンブラ劇場で公開支援会、9月21日から10月17日まで、同劇場で33回の一般公演を行った。若見ゆきを含む、宝ジェンヌたちが全員、着物姿で、パリ市内見物をしている、カラー写真が現存する。 1967年8月に宝塚歌劇団を退団。1969年12月頃には渡米しており、サンフランシスコの日本料理店、町長でマネージャーをしていた男性と結婚するが、出婚する形で離婚し、1975年に鳩山幸男と再婚した。鳩山幸男との出会いについて、鳩山美幸の回想によれば、たまたま、 日本に里帰りした際に知人から紹介された。その後、二人は偶然にも同じ飛行機に登場して再び出会い、それから1年後にもう一度二人は偶然サンフランシスコのダウンタウンですれ違った。運命的な出会いだったとされる。当時の夫が週刊文春や週刊新潮に敬意を明らかにしたところによれば、以前にサチを 日本料理屋を経営していた元夫に紹介した知人からスタンフォード大学に留学していた幸雄の世話を頼まれ面倒を見ることとなり幸も幸雄と知り合うこととなる近所から若い男がルスタクに通っているなどの噂を聞かされ幸に悪い噂があるから気をつけるよう話したが幸からは真実を打ち明けられなかったので深刻に受け止めなかったがある日突然 書き置きを残してこうは、元夫の前から消え、それ以降は一度も音信がないとしている。二人の失踪後に、一度だけ、幸雄の母が挨拶に現れたと述べている。この再婚に対して、一部の女性週刊誌などにおいて、略奪婚と報じられた。なお、幸雄は、幸との結婚について、略奪婚であることを公言している。 結婚後、政治家の妻として、精力的に活動する一方、料理関係の書籍を出版している。2007年、宝塚歌劇団退団後40年ぶりに舞台に立った。2009年に、夫、幸男の内閣総理大臣就任に伴い、宝塚歌劇団卒業生初のファーストレディになった。また、離婚歴のある、ファーストレディも彼女が初めてである。 内閣総理大臣夫人となってからは、ベストジーニストと日本ジュエリーベストドレッサー賞を受賞したり、首相官邸で日本ユニセフのために歌の収録をするなど、華やかなパフォーマンスで注目を集めたが、私的に韓流スターたちを首相官邸に招いて手料理で接待することに批判も集まった。また、東京国際映画祭で首相と手をつないで歩いて、 夫婦円満ぶりをアピールしていたが、鳩山幸男総理大臣の辞任には最後まで反対し、幸男は説得するのに大変だったと嘆いたという。国際的には奇抜な発言が話題となり、米国の時事週刊誌タイムが選ぶ、最も弾けた、ファーストレディで1位となった。韓流に深く傾倒しており、若さの秘密は、韓国ドラマを見ていること、韓国語は、話すと、 とても気持ちがいいなどの発言をしている。韓国俳優イソジンとのつながり2009年9月14日を皮切りに首相皇帝などで私的に頻繁に韓国の俳優イソジンと会っている。いは永住外国人への地方参政権付与を求める在日本大官民国民団の広報大使を務めている。産経新聞は首相周辺から特定の外国の人とばかり会うのは 誤解を招きかねないと懸念する声が出ていると報道した。また来日する韓国の芸能人のほとんどと率先して会っており、その舞台に首相皇帝などが使われていることは公私混同の極みであるという問題は中国など外国メディアでも報じられている。2010年3月23日、参議院予算委員会において自民党所属の参議院議員、 山本和太が3月17日に首相皇帝で行われたイ・ソジンとの会食を取り上げた。お気に入りの韓流スターを皇帝に招き、手料理を振る舞ったのは日韓親善を考えた外交政策だったのか、それとも個人的趣味だったのか、の質問に対して、鳩山は妻の自主性に任せているので、これ以上のことは私にはわからないと答弁した。 山本は国民の生活状況は苦しい。母親から12億円もらっても気がつかないという首相同様、庶民感覚からずれている。総理官邸の KY カップルと呼ばれても仕方がないと批判した。韓国俳優ペヨンジュンとの新興韓国俳優イ・ビョンホンとの新興マクロビオティック食の提唱者として料理研究本を出版している。食事の際にはキムチを欠かさないなど、 韓国文化に深く系統している。このキムチを作る方法を学びに、韓国に行かなくては、とうきよに奉還を懇願したり、2010年に開催された日韓交流お祭りでは、韓国の民族衣装を着て、キムチの美味しさをアピールするなど、キムチに対するこだわりは特に強い。夫の服装は、彼女がしばしば選んでいるらしく、 BBQ パーティーで着ていたハート柄のワイシャツや総理、就任時につけていた金色のネクタイとハンカチなどは彼女のチョイスであるとされる。ちなみに風水で知られるドクターコッパはこの金色のネクタイとハンカチについて金色は鳩山幸男氏が物事の中心に立てるようにしてくれるラッキーカラーという趣旨の発言している。二0 1年一月十七日 第21回国際宝飾展 IJT2010 において第21回日本ジュエリーベストドレッサー賞の女性部門特別賞を授与された。翌28日の参議院予算委員会において自民党の世耕弘重参議院議員から大不況で国民が苦しみ首相自身に政治資金だけでなく所得税の疑惑がある中でこうした賞を受けるべきだったのかと批判された。 宇宙人に誘拐されて金星に行った。私はトム・クルーズが前世で日本人だったと知っている。太陽をちぎって食べているなどと発言した。夫の総理就任が確実になり、多くのメディアがこれらの発言を取り上げた。トム・クルーズの話はサイエントロジーや新世代スピリチュアルとの関係で語られた。日本の時期ファーストレディは、弾けた女性。日本の新しいファーストレディは、 金星人ではない、行ってきただけなどと評された。前世で一緒だったトム・クルーズと映画を共演したいと発言している。NY では、ナッツとも呼ばれており在米日本人ブログでも取り上げられた。その言動から、キャラ作りをしているのではとの質問に対して、キャラ作りは昔から好きですと答えている。米国人。米国人。クスノセゆきを くすのせとよきちおんな、たず、おとこ、はしもとくすじ、ひでここう、はとやまきいちろう、はとやまゆきお、ありがとうございます。